ペンドルトン軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,877人であり、2000年の14,390人から3.4%増加した。軍庁所在地はファルマス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ペンドルトン軍は1798年に キャンベル軍とブラッケン軍の一部を合わせて設立された。軍名はバージニア植民地議会議員を長年務め大陸会議大議員バージニア主席判事を務めたエドモンド・ペンドルトンにちなんで名付けられた。後に軍庁所在地となるファルマスの町は1776年頃にフォークス・オブ・リッキングという名称の開拓地として始まった。アメリカ独立戦争時には ブルーリックスの戦いの戦場になった。1782年8月19日、イギリス軍を支援していたインディアンがリッキング川沿いで、ケンタッキー民兵を待ち伏せした。15分間ほどの間に60名が殺された。ファルマスの町は1793年に認可された。その名前はバージニア州ファルマスから移ってきた開拓者にちなんでいた。ファルマスに、ケンタッキーでは、 初めての製材所が作られたのも1793年のことだった。ファルマスは1799年に軍庁所在地に指定された。軍庁舎は1848年に建設された。南北戦争の時、ペンドレトン軍からは南北両軍に兵士を送り出した。1861年9月にはファルマスに北軍の徴兵キャンプが設立された。 南軍の徴兵担当者2名が捕獲され、軍北部のピーチグローブ地域で北軍によって処刑された。1862年7月、南軍の同調者と疑われた者たちに対する弾圧で多くの軍民が北軍に拘束された。1863年6月、多くの女性が連邦政府にとって危険なスパイであると疑われ、デモスビルで逮捕された。 1862年9月18日には、ファルマスで28名の南軍病と11名の受刑団員との間に小さな小競り合いが起きた。ケンタッキーセントラル鉄道が地域を通って開通した1852年頃に、バトラーの町が設立された。この町は、地域出身のアメリカ合衆国会議員、ウィリアム・オー・バトラーにちなんで名付けられており、 1868年2月1日に法人化された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は281.87平方マイルであり、このうち陸地280.54平方マイル、水域は1.33平方マイルで、水域率は0.47%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ファルマス市の北にあるペンドルトン郡高校は公立高校である。生徒数は1000人足らずである。マスコットはワイルドキャットであり、スクールカラーは赤、黒、白である。二つのジムと450席のホールがある。群内にある他の学校としては、ファルマスとバトラーの間にあるシャープ中学校、バトラーの北小学校とファルマスの南小学校がある。 ペンドルトン郡公共図書館はファルマス市中心街メインストリート228にある。この図書館は高速インターネットと無料 Wi-Fi でコンピュータにアクセスできる。またコピー、ファックスのサービスを行い、集会室は予約で利用できる。郡内には近景土地域劇団がある。その公演はファルマス市のファルマススクールセンターで行われている。ありがとうございます。